けてくださいね。はい、というわけでね、あの私たちのイージーカムイージーゴーも発売され、ワクワクミッツトリップもニコニコハイパースマイルパワーもみんなの元に届いて、うん、すごいもう結構日が実は経っていて、ね、でもこの前、あの、うんうん、街を歩いていたら、うん、3局のその宣伝広告 V みたいなのがビルのところでやってて、すごい、この PV めちゃめちゃかっこいいし街中に流れてるって嬉しいことがありました。すごい、結構バンドリっていろんなところで広告を出してるから、うんうん、街でこう知らなくて偶然見るとめっちゃ嬉しいですよね。ねえ、この間山手線乗ろうとしたら、うん、わーってなっててラッピングがあって、うんうん、ランランランと思って写真撮ろうと思ったんですけど、スーって行っちゃって、うん、自分乗りたい場合はなんかこうゆっくりしてられないし、たまたまね私が乗らない側の回り方の方の電車だったから、うんうん、か取れるやんと思ったんですけど、うんうん、もたもたしてたらすぐ行っちゃって、行っちゃった、早いランランランってなってなんかただのめちゃめちゃ早い、うん、何の絵もない通り過ぎた、うん、なんていうんですか、あのあホームドアしか取れなかった切ない、鉄オタみたいになっちゃった。ただホームドアめっちゃ好きな女らとして見られてました、あの時は、はい、運が良ければ会えますね、うん、じゃあ、まあ、みんないろんなところでもし見たら、うん、なんかこんなところで見かけたよとかのメールもね、うん、ぜひぜひ番組宛に送ってください、うんうん、それではこの番組のお相手は青葉もかゆくの三沢幸子と